サリシンは柳の樹皮に含まれる配棟体である。配棟体あるいはグリコシドは糖がグリコシド結合により様々な原子団と結合した化合物の総称である。配棟体の元となる糖をグリコンと呼び残りの原子団に水素を結合させたものをアグリコンと呼ぶ。講義にはグリコシド結合における酸素原子が窒素や硫黄など 他の原子によって置換された構造の化合物をも含む。配当体は、アノマー炭素と結合している、アグリコンの原子の元素記号 X に応じて、X グリコシドと呼ばれる。天然には、O グリコシド、S グリコシド、C グリコシド、N グリコシドが知られている。また、アグリコンが、アノマーくらいの α を占めているグリコシドは、α グリコシド、β を占めているグリコシドは、 ベータグリコシドと呼ばれる。配糖体はそのアグリコンの種類やその有する性質によって細分されている。以下のその例を示す。なお配糖体という言葉には二次代謝産物の天然物というニュアンスが強い。そのため、核酸塩基をアグリコンとするヌクレオシド及びヌクレオチド、糖鎖で収縮されたタンパク質である糖タンパク質、糖が結合した脂質である。 糖質などは一時代謝産物として分類されることから、配糖体には含めないことがある。また、アルキルグリコシドのように人工的に合成されたものも、配糖体には含めないことがある。なお、グルコシドは、グルコースの配糖体に限定した呼び方であるので、混同しないように注意する必要がある。配糖体のアノマー炭素とアグリコンブとの結合を、加水分解して、 有利のアグリコンを生成する酵素をグリコシダーゼという。アルファーグリコシドもしくはベータグリコシドを選択的に加水分解するグリコシダーゼは、それぞれアルファーグリコシダーゼ、ベータグリコシダーゼと呼ばれる。またグリコシダーゼの中には、加水分解で生じた糖をそのまま別のアグリコンに付加させるものもあり、これは糖転移酵素、グリコシルトランスフェラーゼと呼ばれる。 オーグリコシドは、環状の糖のヘミアセタール性、ヒドロキシモトに、アグリコンのヒドロキシモトが縮合してできた、配当体である。あらゆる植物に多く存在しており、結晶性の個体として管理される。種類は多様であり、一般に庭みを持つものが多く、薬理作用を持つもの、天然色素、有毒なものなどが知られている。植物界にあるオー配当体はほとんど全てが、 ベータ D グリコシド結合しており、左遷性を示す。また、アグリコンの種類によって、フェノール配当体、クマリン配当体、フラボノイド配当体、カルコン配当体、アントシアニジン配当体、アントラキノン配当体、インドール配当体、生産配当体、ステロイド系配当体、アルカロイド配当体に分類される。S グリコシドには、黒ラシの種子や、 西洋はアサビの根に含まれるシニグリンと白ガラシの種子に含まれるシナルビンが知られている。辛味成分を成すため辛子油配当体とも言われる。シーグリコシドはアルドースのアノメリック炭素に直接アグリコンが結合した配当体で加水分解や酵素によって分解されにくい特徴を持つ。シーグリコシドにはアロイの葉から単理されたバルバロイン。 トレナから単離された、プソイドオリジン、放線菌から得られた、ホルマイシン、ベニバナ色素であるカルタミンなどが知られる。エヌグリコシドは、窒素を中立ちに糖と塩基が結合してできた、配糖体である。核酸や補光素など、生、化学的に重要な成分であり、ほぼすべての生物に存在する。例えばヌクレオシドのアデノシンは、リボスとアデニンとが、 ベータ -N- グリコシド結合したものである。ありがとうございます。